こんにちは。今回の舞姫大学特別講義なんですけども、70代の女性のお悩みにナミさんに答えていただきました。ありがとうございます。えそこからですね、私ナミさんの動画を見ながら感じたこと、それからね、まだお話ししてなかった部分もあったんで、それを組み合わせて、ああ、なるほど、こういうふうにつなげていけばいいのかっていうふうに、ふつふつと思うことがあったので、えー、これを講義にさせていただきます。 ええとね、前回のお話なんですけども、70代の女性 A さんがいて B さんがいました。A さんと B さんは、まあ、二巡連来の、まあ、お付き合い、お友達っていう関係で過ごしてきたんですけども、今どうなってるかというと、A さんはね、割と余裕のある人生を暮らしてます。B さんはいつの間にかちょっとカツカツの人生になっちゃいました。でも、長年の友達だし、他に人間関係は本当になくなっちゃったんですよ。ですんで、この二人の関係はなんとか大切にしたいなと思う。これが前提でした。で、 A さんはですね幸いまあ豊かな老後を送ってますのでいろんな経験をしたり例えばおいしいお店とかをねよく知ってるんですよでそれはまあ息子さんとか娘さんとかがおばあちゃんちょっとこの何か食べに来いよ,うよって感じでなんか家族とかね付き合いのある人もこう勧めてくれるんですよ誘ってくれるんですよそういうことであっちに行ったりこっちに行ったりとかして、まあ、素敵な経験をするんですよねそして例えばあここのランチはおいしいわと これはぜひお友達の B さんにも教えてあげたいわっていう感じにやっぱなるんですよね。でいつもいつも何かいい景色を見たりおいしいものを食べたり素晴らしい経験をするたんびに B さんのことを思い出すんで B さんにも一人で寂しくしてるんじゃなくてなんとかそういう思いをしてほしいなっていう気持ちから B さんをお誘いするということもあったんですけども、まあ、B さんはねちょっとお金があんまりかけらんないえ。そして、 まあ、車もなかったり、運転がそもそもできなかったりっていうところと、で、A さんはね、まあ、運転も自分ですることもあるし、まだまだ全然元気なんですよね。足腰もしっかりしてますしね。で、えっ、ー、と、A さんが B さんをお誘いして、まあ、お出かけしたり、ランチに行ったりするっていうこともずっとあったんですけども、最近は B さんの生活事情がどうしてもね、あのー、無理がさせられないなっていうことで、ちょっとだんだん誘いにくくなってきたっていうところがありました。 それに対してのナミさんのねアドバイスだったんですよ非常に的確だったと思いますし、まあ、結局そういうふうになって A さんと B さんのお付き合いっていうのはどんどん疎遠になっていくよねと苦痛を感じながら違和感を感じながら一緒にいる、まあ、それも流れの友情の賜物だと思いますけども,もうやっぱりねどっかで無理が来ちゃわないように、うん、会うペースを落としていくとかそれからお金のかかるような会い方はしないみたいなね え本当に素敵なアドバイスだったと思います本当その通りだなと思いますねで私思うのは A さんと B さんの人生は今更取り戻せないんですよですんでナミさんの言う通りにやっていくっていうのがベストだと思いますで私はねこのお二人の人生から教訓を得たいとつまりは A さん B さんはもうこのまま何とかしていくしかないけどもそういう70代にならないためにまだ60代の方50代の方40代の方は 今のうちに手を打っておきましょうってことなんですよ。で、こっからね、前回までナミさんにお話ししてなかったことなんですけども、A さんは今でもね、自分の趣味を仕事にして、無理のないペースで、毎月数万円っていうお金を今でも稼いでるんですよ。で、B さんは、働いていたことはあるんだけども、基本的には、ご主人の庇護のもとに暮らしていたんで、まあ、言ってみればね、生活費とか、諸々全般は、旦那さんに見てもらってたんですよ。でも ある時ね、10年前ぐらいだったと思うんですけども、旦那さんが亡くなって、それ以来、経済状態がガクンと悪くなったんですよ。で、すっと亡くなるんではなくて、やっぱりね、お亡くなりになる直前って何かとお金のかかる、まあ、入院ですとか、病院とか、そういうのがあったんですよね。ですんで、旦那さんが蓄えていたものも、まあ、老後のためと思ってストックしておいたものも、ほとんどなくなっちゃった状態だったんですよね。でほとんどなくなった状態で、B さんは自分でお金を稼ぐわけでもないし、まあ、働きに行こうと思ったんだけども、 当然ですけどももうね60代の後半とかになってくると採用をスッとし続ぎるところも近所にはない車もないんで遠方まで働きに行くこともできないし交通事情は地方なんでそんなによくないつまりは歩いて行けるところの範囲でしか仕事が探せなかったんですよねでももう吉宗はね仕事が探したとしてもそんなに体力もあるわけじゃないし何かスキルがあるわけじゃないんで本当に限られたことしかできないということで仕事は探そうと思っても探せなかったんですよね で1日中時間はあるんでで、すよで。年金は生活に困らないほどは入ってくるまあ、生活保護ぐらいは入ってくるんですようんその中でやっぱり、ねね、だから徐々に徐々に最初は見栄を張って B さんも一緒にいれるように A さんと付き合ってたんだけどもだん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 「わここのちょっとランチは高いわ」とか「このお弁当高いわ」っていうふに言葉の節々から無理やさせられないっていうふに A さんも感じたんですよ まあ例えばランチを食べに行っても500円以下のものばっかり探して食べているとそうすると A さんも自分だけがね20003000のものが注文しづらくなってきて同じものを頼むようになってしまうそうするといろんな経験の中でわこのお店のこのランチを進めたいわと思っても価格がやっぱ1200円とかだったらいやでもダメかって横で食べてるわけにもいかないしそれからなんかいろんな事情をつけてね 今日は私が持つからとかやってもそれがだんだんねこう引け目になってきてお互い会いづらくなるってところも十分あったんでまあやっぱりきっちりと割り勘にするしかないなとかねはいまあそういったことだと思うんですよですんでナミさんのアドバイスが的確だと思ったんですよねで教訓を得るとしたらこうならないためにやっぱりね今回女性の例だったんですけども自分で自分のお金をねなんとかしていくってことをまだ間に合ううちにやっておく ことはできるんじゃないかななと思うんんですよ、うん、なんかやっぱりね旦那さんに養ってもらうと楽ではあるしそれなりにまあいい暮らしもねできるかもしんない旦那さんが収入がねたくさんあるとでも旦那さんは先に亡くなってしまう恐れもあるわけですよそうなると自分でお金を生み出せなかったり自分で工夫ができなければ途端にねそういうふうに周りとの人間関係もぎくしゃくしちゃうみたいな。 まあ、特許老人うものが始まっちゃうんで,すよ、ね、でだん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 人付き合いもなくなっていくのはいや無理して付き合わなくてもいいかなってまさにナミさんが言われてたことと似てるんですけども確かにねお付き合いをされていた方は急にいなくなったわけではなくて一緒にいるといろいろとお金のこととかで気を使うから付き合いを遠ざけられてきたっていうところがあって最終的には A さんというねものすごく配慮に富んだ人しか残んなく ななっっっちゃったってことなんですよねで A さん自身もうんさすがに私でももうこれ以上はちょっとつらいわっていうことになっちゃったらしいんですよで今回その方から相談を受けたわけじゃないんですけども客観的にそういう方はね私が見ていてああこういう現実がナミさん70代になってくると80代になってくるとありえるんでそうならないようにやっぱり今のうちにね手を打つためにビジネスでも人間関係でもきっちりと整えておかないとなというふうに 思ったのがナミさんからの感想をいただきながらね感じたことなんですよねそう A さん B さんの関係はもうねナミさんの言われた通りにするしかないと思いますでもこれから A さん B さんのようにまあこういったあれですけどもならないようにするためにね単体で A さんと B さんそれぞれはそんなに困った暮らしはしてないんですよただ A さんと B さんが顔を合わせると金銭的なところからちょっとね不都合が出てくるとかそれから A さん今でも働いてるんでお金が 稼げてるのは使えるってことになりますけども A さんから見ると B さんは働いていないんですよね現実見るとお金に困ってるのは働いてないんですよで一日中暇なんですよ暇だから何かねあの誘ってあげようかしらっていう気持ちも出るんだけども A さんは働きながら暇な B さんにここまで心を尽くしてる何ともいい話だなというところもありますけどもねでも苦痛なのは暇なんだけどお金がないってことですよねで訪ねてくる人もいなくってこれといって 一人の趣味を楽しむこともできないと。つまり一人でも楽しめるような人生を50代や60代のうちに構築しておくこととか、それから誘われてもお付き合いできるくらいのね、2000、3000ぐらいはさっと出せるような、まあ、経済状態を50代、60代で整えておくこととか、こういったことをね、私はあの今回の真姫大学の特別講義として、まだ70代が来ない方にはお伝えしておきたいなと思います。え時間は巻き戻せませんからね。 ああ若い頃やっておけばよかったとかあの頃もうちょっと頑張っておけばよかったって思ってももうそれはどうしようもないんですよね今40代50代のうちはねあの頃やっておけばよかったってことをもう一回やることができますでもさすがに70代から80代からあの時やっておけばよかったってことをここからやるのかなと思ったらなかなかハードルの高い精神状態になってるのかなと思ったりしますねはい では以上でで特別講義ごござざいいまますさん回答ありがとうございました私非常にねフィードバックがここまで深くなっていや本当に対話って大事だなと思いますできれば A さん B さんにもねお互いの対話する時間を持つためにもこれからも、うん、友達として仲良くしてもらいたいなと思うばかりでございますそれでは失礼します